な、女の子、なんだ、そういう種族なのか。スーは食べ物じゃなくても大丈夫だよ。スーなら消化できれば何でも栄養にするから。だからスーのご飯はなくても平気なの。ありがとうスー。でもみんなで同じ食卓で同じ食事をしなきゃ。だって家族なんだからさ。おいスー、ついてきてマスター。うわ、ひんやりして気持ちいい。わっ、これはお約束だけど、風邪ひきの時は命に関わる。あのちょっと、何、なんでいきなり僕を洗って。おお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 。頼むスライムちゃん、コミュニケーション取りたいなら僕の考えを読み取って。スミスさん、スミスさん、ありがとう。スーのためにお部屋作ってくれて。いい、いい、みんな、私っていろんな仕事してるのね。ホームステイ先を探したり、多種族間交流法を破って誰か監視したり、新しい試みを実施したり。でもお給料は据え置きなのよね。ぶっちゃけやってらんないわけよ。だから私にはスライム型の多種族なんて見えないから。よろしく旦那様、次は私がお世話させていただきます。メロ人魚が病気の時は薬浴といって、薬効のあるハーブを溶かしたプールに浸かるのです。じっくり浸かればどんな病気も治りますわ。冷た、どれくらい使っていればいいの。1週間もすれば全開しますわ。全開どころか全開しちゃうよ。スー、本当に大丈夫か。平気平気、早く帰りましょう。ただ飯ぐらいのコクつぶしどもが待って。エアちゃんは僕の嫁だ。体が動かない。スーの毒か。ちょっと待て、もうやらない。二度とあいつには手を出さないから。静かなとこに行きましょうか。あ、電話電話、スー電話。わあ、うん、電話が。アビマスター。逃げろ、スー。お待たせしました。夕食完成。召し上がれ。食材はまだ残ってるし、これでしばらくは持つだろう。これもスーのおかげだな。ありがとう。食品も経費で落ちるわよ。言ってなかったっけ、ちゃんと領収書があれば後から支給されるって。どうしたのダーリン君。